皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。いろんな方からこの右手の爪の手入れはどんな感じでやってるんですかなんて質問いただきますので、僕がこの右手の爪をどういうふうにメンテナンスしているのか、それを今回の動画で全部お見せしてみようかなと思います。当たり前ですけれども、爪を使わないスタイルの方は全然関係がない動画なので、お気をつけくださいませ。エレキギターとかアコギをフィンガースタイルで弾いていって、でなおかつ爪を使うタイプの方に、まあ、参考になるかなという感じです。よかったら参考にしてみてくださいませ。で、始める前に一つ注意点がございまして、補強する際にこのアロンアルファツリメージンという接着剤を使って補強していきます。で、これもちろんその爪の補強剤ではなくて接着剤なので、まあ、ちょっと自己責任でお願いしますということでしょうか。まあ、僕自身はもう長い間アロンアルファのツリーイメージに使ってますけども、大きなトラブルは経験したことがありません。ですが、まあ、何かしら問題が起こってしまっても、その辺は自己責任でお願いしますということでございます。はい、そんな感じです。では、まいりましょう。まず使うグッズとしてはこちらです。アロンアルファのツリーイメージという接着剤。探してみると、緑色のパッケージと、あともう一つ灰色のパッケージが見つかると思います。違いとしては内容量です。緑色の方は 1g に対して、灰色の方は 2g 入りとなっております。で、まあ、2g の方が、ね、割安じゃんって思うかもしれないんですけれども、1g でも2、3ヶ月は余裕で使えます。なので、もし買う場合がありましたら、この 1g で揃えてみてくださいませ。で、まあ、なかなか売ってないので、自分はいつもその買うときにはその、ね、5本ぐらいそのまとめてガーッと買って、まあ、その在庫をストックしておくんですが、まあ、今ここにあるのは、まあ、この新品2本と、今使い分けの1本という感じです。ではでは、行ってみましょう。ちょっと今、この爪に何の保護剤、何の補強も塗ってないというか、アロンアルファが全部取れている状態なんですけれども、ちょっとこの状態からスタートしてみようかなと思います。すごい簡単に言うと、本当にもうこのアロンアルファツリメージンを爪の上に乗せて、乾かして、形を整えていくだけという感じです。ちょっと行ってみましょうか。ピンと合うかな。ちょっとすごいちっちゃくて見えるかわかんないんですけれども、まずこの爪の上に一滴ちっちゃく落とします。で、落としたら何かしらこの細長いもの、爪楊枝とかもしくはこういうピンとかを使って全体的に薄く伸ばしていきます。で、ある程度伸ばせたらもうとりあえずもう放置って感じですね。角度を変えると、このどこが濡れて、どこが濡れてないかみたいなのがわかると思うんですけれども、ちょっとどこが濡れてるかな、どこが濡れてないかなと、どの辺伸ばせてないかななんていうのをチェックしながら塗っていくといい感じです。次に行きましょう。また中指の方も同じように、1滴、2滴、ポツンと乗せて、なんか細長いサムシングで。爪全体にアロンアルファを伸ばしていきます。これはなんかいわゆるキーホルダーとかについているようなクリップっぽい針金、ね、それをまあこう伸ばして使っているんですが、爪楊枝とか何でもいいです。ただまあそれ専用のものを1つ用意しておくといつでも使えて便利かもしれません。こんな感じで角度を変えるとどこが濡れててどこが濡れてないのかが分かるかと思います。で、ある程度伸ばせたらまた次に行くという感じです。ちょっとこのアロンアルファの使い方についていろいろこの気をつけるポイントといいますか、そのこれ知っておくと便利だよということがたくさんあるんですけれども、ちょっとそれは後ほどお話をさせていただきます。とりあえず塗っちゃいます。あ、ちょっと画面がずれてしまった。こんな感じです。うまく塗れてるかな。うん、いい感じでしょう。で、最後、親指。なんかパッと見てわかるかもしれないですけども、その僕の親指ってなんかしなきゃすげえ横幅が広いんですよ。なんで、親指に関してはちょっと多めにいつも塗りたくっております。なんかこんな感じで2滴ぐらい。ちょっと見えないかな。2滴ぐらいポツンポツンと落として、そこから伸ばしていくような感じでしょうか。うん、いい感じで全体的に塗れたでしょう。
で、このまま、5分、10分放置して乾かしていきます。当たり前ですけども、その乾いてない状態で触っちゃうとくっついちゃいますし、このままどっかに爪が触れてしまうと、どっかと接着されてしまうので、どこも触れないように気をつけてくださいませ。僕はいつもパソコンの合間に、補強することが、メンテナンスをすることが多いので、塗ったら、まあ、パソコンでこう Twitter のコメント返したり、YouTube のコメント返したりとかして時間を潰しているような感じです。5分。できれば10分ぐらい、放置してあげると良いかなと思います。パッと見、意外と乾いてんじゃないかなと思ってても、触ってみたら全然乾いてなかったなんていうことが多々ありますので、まあ、できれば10分ぐらい放置してあげると良いかなという感じです。で、まあ、その間に、この辺のアロンアルファの使い方についてちょっとお話をさせていただきましょうか。アロンアルファ。少なからず皆さん使ったことがあると思うんですけれども、最後まで使い切った経験ってありますか？結構この入り口、その出口のところがその固まってしまったりとか、あとなんか中がもう完全に固まっちゃったりとかして、最後まで使ったことがないという経験、結構あるかと思います。いくつかのポイントを踏まえておけば、最後までちゃんと使うことができるので、ちょっと覚えておいてくださいませ。まず一つ目としては、保管するときも倒さないということです。まあ、使っているときはもちろん立てているんですけれども、このままこうキャップを閉めてしまうときになって、こう横で寝かして保存してしまうと、これがまた蓋が固まってしまう原因になってしまいます。僕はマッチ箱を使っているんですが、まあ、小さい箱だったら何でもいいと思います。こんな感じでその何かしらにこう立てておいて、でキャップをして、保管をしておけば、もしちょっとこうぶつかったとしても、そんな簡単に倒れなくなるじゃないですか。で、僕の場合はこのマッチ箱をスタンドにして、こんな感じに置いておいて、部屋の隅っこの方にして、蹴っ飛ばしたりとかしないようにして、保管をしているような感じです。一回蓋を開けたら、一回アロンアルファを開封したら、もう絶対倒さない。塗るとき以外はもう倒さないというふうに気をつけてあげると良いかなと思います。これがまずポイント1。で、ポイント2としては、今みたいな感じでこう爪にこのアロンアルファを塗りたくるじゃないですか。で、塗った後に、意外とこの先端のノズル部分に、液剤が残ってて、これが固まったりとかするとすごい厄介なんですよ。なので、このくっつかないようにティッシュペーパーとかをちょっと近くに用意してあげて、このアロンアルファを押します。そうすると先っぽの方からちょっとこの出てくるんですけれども、ピント合うかな。ちょっと今出てきてるんですが、さすがにこれはちょっと見えないか。ちょっとわかりませんか。先っぽの方にちょっと。この接着剤が出てきているの、まあ、この接着剤が残らないように、まあ、ティッシュとかで吸い取ってあげるという感じです。押すと先端に残っている接着剤が出てくるので、それをティッシュとかでこう吸い取ってあげるという感じです。そうすると、この先端部分に今残っていない状態なので、このままキャップを押して、また蓋を押して、でスタンドに立てて保管をしてあげると。こんな感じで使っていけば、もうほぼ間違いなく最後まで使い切ることができると思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。絶対倒さないこと。と、使い終わったときに、ノズルの先端に残っている接着剤をちゃんと取ってあげることです。この2つが守れていれば、最後まで使うことができると思います。そして、さっき言ってたこの先端が尖っているものなんですけれども、これは本当に何でもいいです。自分の場合は、先ほども言いましたように、何かしらのキーホルダーとかの輪っかをちょっとこう伸ばして使っているんですが、で最後先っぽの方にこんな感じでこのアロンアルファが固まったところができてしまうので、まあ、これはたまにこのハサミとかで、まあ、このかすめ取るっていうんですかね、ちょっとなんかひねったりしてあげればすぐにバキバキっと割れて取ることができます。こんな感じ。まあ、こんな感じで使っていってあげれば、まあ、いつでもメンテナンスができていいかなという感じでしょうか。トゥルトゥルになりました。そんな感じです。ある程度乾いてきたので、また塗っていきたいと思います。自分の場合は2回ぐらい塗ることが多いです。1回塗って乾いたら、もう1回塗ってと、まあ、2層にするとでも言いましょうか。2回塗り、2度塗りという感じですね。2度塗りをしていきます。また人差し指全体的に伸ばして、中指にもちゃんと乗せて伸ばしてと。ここの伸ばす作業で結構慎重にやらないと、ベタベタになってしまいます。まあ、この特に端っことか塗ってるときがそうですね。端っこ塗ってるときにこの先端が
このピンの先端がその皮膚についちゃうと表面張力でその爪の裏とかに接着剤が流れちゃうんですよ。そうするとすごいバキバキで悲惨なことになるので、まあ、そうならないように気をつけてください。まあ、何回かやっちゃうと思います。でも慣れてくるとそんなことはもうめったに起こらないようになってくるので、この辺も練習ってことなんですかね。まあ、慣れがすごく大事です。で、人差し指も塗って、中指も塗って、薬指も塗って、いい感じだなと。なりましたら最後は親指。僕の場合はこの先端の方、先っぽの方にこうちょこんと乗せる感じでやってますけれども、もうちょっとこう塗りたいという方はその腹の方、背っていうんですかね、爪の背中の方まで伸ばしてもいいのかなという感じです。この辺はまあ好みだと思いますので、どんなのがやりやすいか、どんなのがいい音がするか、どんなのが弾きやすいのか、ちょっといろいろ試していただけると嬉しいなという感じです。自分の場合はこの白いところが、まあ、ちょっと覆って、もう少しピンク色のところ、指の方までいってるかなくらいで、まあ、塗っております。で、ちょっと塗りすぎだなと思ったら、一瞬ティッシュをくっつけるような感じで、アロンアロンを吸い取ってあげるとか、こんなテクニックもあったりとかします。うん、いい感じでしょう。で、またそのアロンアルファテクニック、あ、これは OK です。またアロンアルファテクニック3つ目ってわけではないんですけれども、アロンアルファってこう新品を出したらでしょ、まあ、こんな感じになっておりまして、まあ、先端をこのハサミで切ったりとかして、まあ、その蓋を開けるわけなんですが、開封するわけなんですが、新品の釣り名人ってすごい柔らかくて、その固まるまで結構時間がかかるんですよ。なので、もしこのあった新品を出したならば、ハサミでちょん切って開封したならば、なんか半日ぐらいキャップをせずに、蓋をせずに、なんかずっとこのまま放置しておくと、なんか全体的にいい感じの粘土になってくるような感じがします。柔らかすぎると、まあ、それはそれで別にいいんですけれども、爪に乗せて伸ばして乾くまでにすごい時間がかかるんですよ。なので、一回その蓋を取ったら、蓋を開けたら、開封したら、ちょっとしばらく置いておいて、中の溶剤を全体的にちょっと固めるといいますか、少しこの酸化させておくことが、ちょっと3つ目のポイントかなという感じです。まあ、この辺はよかったら、実践をしてみていただければという感じです。はい。それではアロンアルファがしっかり乾燥したので、乾いたので、ここから爪を成形する作業に入っていきたいと思います。使い終わったアロンアルファは、さっきも言ったようにその先端に液が残ったように気をつけて、キャップをして、で倒さないように保管をしておいてくださいませ。で、爪を成形するときのグッズとしては、まあ、もちろんですけれども、まあ、ファイル、ヤスリが必要になってきます。ちょっと恥ずかしいんですが、女性化粧品売り場とかに行くと、まあ、こういうネイルケア用品がたくさん売っているので、まあ、そういうところで1つ2つ揃えてみるといいかなと思います。200から300ぐらいのザクザク削る用と、あとこれ何番ぐらいなんだろう、まあ、そうですね、1000番ぐらいの、こっちは多分800とかそのぐらい、こっちは多分1000ぐらいだと思うんですけども、まあ、そのぐらいのこの磨き上げ用のやつが1つずつあるといい感じです。100円ショップとかでも売ってるので、そちらでも大丈夫です。あと出先で、使うとき用に、なんかこんなのもあると便利ですね。なんかこうナイフ型で折りたためる、こういうヤスリがあったりとか、あと、自分はこんな感じで、あとスティック状のものっていうんですかね、こんなようなファイルも持ち歩いたりとかしてます。結構これザクザク削れるんで、割とよく使っております。まあ、こういうのもあると、どこでも手入れができて便利だねっていう感じです。では、実際に削っていきましょう。まあ、特別な秘密とかがあるわけではなく、そのまま普通にザクザクと、好みの長さになるまで削っていきます。一応正しい爪の削り方としては、その一方向に動かすというのが正しいみたいです。で、動かすのは指じゃなくて、このファイル自体を動かすということ。正しいやり方でちょっとやってみるとすると、まあ、人差し指を削るときにはファイルの方を動かす、で、一方向にこう動かすのが、まあ、正しいやり方みたいです。これがその爪を一番痛めないやり方とのことで、まあ、ネイルサロンとか行けば多分こういう削り方をしていると思うんですが、自分は面倒くさいのでそのままザクザクと行ってしまいます。あとあとまあね、綺麗に仕上げるから、まあ、最初の方はかなり雑に、長さを揃える感じで、ザクザクと削っていきましょう。どのくらいの長さが引きやすいか、どのくらいの長さが好みなのか、こればかりは本当いろいろ試してみるしかないので、ちょっといろいろ試してみてくださいませ。で、なんか自分に
合ってる長さ、弾きやすい長さ、なんか音色がいい感じに出る長さとかを見つけたら、まあ、毎回毎回そのぐらいの長さまでメンテナンスしてあげて、まあ、いつでも気持ちよくギターが弾ける状況を作ってあげるという感じでございます。このやり方は多分ね、すごいよろしくないんですよね。なんかネイルサロンとかやられてる方がね、この動画見たら多分すげえ怒ると思うんですけども、すいません、こんな雑なやり方で。で、ザクザクって削っていくと、その薄い部分みたいなのが爪の内側に隠れていってしまうので、まあ、こんな感じで爪を乗せて、内側をちょっと磨いてあげるような感じで、少し削ってあげると、すごく良い感じです。で、これで、まあ、だいぶザクザク切れました。あ、切れたじゃないか。削れました。で、その後はまたちょっとずつその細かくしていって、その整えてあげると。で、内側を削って、で、その先ここを削って、で、今度はその外側ですね。こっち側を削ってと。全体的にまんべんなく、なんとなくファイルを当ててあげます。で、最後に、こういう仕上げ用のファイルで、また内側。で、先っぽ。先端ですね。で、この外側を削ってあげる感じです。まず内側を削って、先っぽ削って、外側を削る。まあ、こんな3段階です。で、さらに細かい方も使って削っていきます。磨いていくって言ったら正しいかな。で、ここまでくれば、まあ、ほぼ完成です。今結構このもう爪の先っぽが滑らかな状態なんですけれども、またさらに滑らかな状態がよろしければ、もっと細かいやつで磨いてあげると良いかなと思います。ただ、本当にこの細かく磨くと、すごいギターの音色がめちゃくちゃ丸くなるので、結構好みが左右するところかなと思います。どこまで仕上げるかって感じですね。自分はいつもこの一番細かいところまでガーッと仕上げて、で、ちょっとギター弾いてみて、それでよしとするときもあるんですが、まあ、大抵全部、なんていうんですかね、このきっちりとツルツルになるまで仕上げたら、一回、このザラザラするところで、ちょっとこのこすって、わざと少しザラつきを出すことが多いです。そのまま満足したときもあるんですけどね。こんな感じでまあ完成という感じです。で、これ以降は別にやってもやらなくてもどっちでもいいんですけれども、まあ、もし興味があれば、この爪の表面とかもテカテカにしてみると面白いかもしれません。あまりやりすぎると爪が薄くなってしまうので、やりすぎは注意なんですけれども、まあ、こんな感じで、ちょっと爪の表面のデコボコをなくしてあげて、で、滑らかに整えて、最終的に、この一番細かいやつで磨き上げると。そうすると、わかるかな。今、人差し指だけ、そういうテカテカになったんですけども、まあ、こんなこともできなくはないという感じです。でも別に表面仕上げてもね、そんな音色とかに違いはないんで、もしアロンアルファの乾きじゃないか、アロンアルファの状態がデコボコになっちゃったら、そこをまあ削るような感じで、まあ、磨いてあげればいいかなという程度です。別にここまでしなくてもいいと思います。自分もあまりやらないです。ただ、アロンアルファが少しデコボコしているときが多々あるので、そこはまあちょっと削ってあげるかなという感じですけど。で、磨いて、OK。これで終わりという感じです。アロンアルファがいい感じに補強されてて、結構腰のある音がバーンと出せるように。いい感じに、補強ができました。で、まあ、これをしまうときも、ファイルをそのまま置いておくといろんなものを削っちゃったりとか、もしくはこのファイル自体が傷んだりしてしまうので、自分はいつもこの買ったときの、袋に、まあ、入れて保管をしているような感じです。そのまま置いておくと結構いろんなものを削ってしまって大変なことになります。で、このティッシュは丸めて吸っていって、これを元通りに切ればこの中にしまって、で、アロンアルファは必ず立てた状態で保管をするというような感じです。どうでしたでしょうか？参考になりましたでしょうか？まあ、何度も言いますけども、本当にアロンアルファは接着剤なので、その辺はお気をつけてくださいませ。指にくっついたりとかしてもしたら大変なことになるので、指にくっついたら、
まあこうね、手にむやみやたらに触らないように気をつけてください。もし万が一その指にべったりアロンアルファがくっついてしまったら、まず焦らないことが大事です。例えば人差し指にこうアロンアルファがべったりくっついちゃったとするじゃないですか。で、まあやばいと思ってこうティッシュで拭いたりとか、その別片方の手でこう触ったりとかすると、その指と指がくっついてしまってすごい面倒くさいことになるので、もし指もしくはその皮膚全体的にそのべったりこう垂らしてしまったならば、とりあえずまあ放置して乾くまで待つのが一番ベストです。で、乾いて、カリカリやるとそのままペロンと剥がれるときもありますし、なかなか取れないときはその中で水にこうしばらくつけたりとか、お湯の中でこう、ね、もがい湯がいたりとか、なんか揉んだりとかしてあげると取れるような感じです。で、もし爪の方に塗ってあるこのアロンアルファが取れかけてきたら、そういうときは普通にこう片方の爪で、左手ですね、左手の爪でこうなんかこう引っかくと、普通にこうコロコロっと取れていきます。爪ごと持ってかれるってことはそうそうないと思うので、もしちょっとこう剥がれてきたなと思ったら、もうわざとこう剥がしちゃって、また塗り直しをしてあげましょう。水洗いとかやっぱね、食器洗いっていうんですか、皿洗いとかしてると、やっぱり剥がれやすい感じです。でもまあ爪ごと持ってかれるってことはなかなかないと思うので、もし剥がれてきたら、もうそのままベリッと剥がしちゃって、塗り直ししてあげると良いかなと思います。グラスネイルとか、まあ、ジェルとかいろんな補強剤が世の中出ておりますが、やっぱアロンアルファがね、一番安いですし、なんかメンテナンス性がいいような気がします。グラスネイルとかすごい高いし、爪の上にガラスを乗っけるわけなんですけども、そのガラスが割れるときに地爪をバコンと全部持っていかれるっていうパターンも結構あったので、一時期使ってたんですけども、結構そういうのもあったので、今は、まあ、アロンアルファに落ち着いているような感じです。まあ、よかったら参考にしてみてくださいませ。チャレンジをしてみてくださいませ。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。